人でもない。話す言葉も育った環境も違うのにさ、俺たち家族になるんだよ。ファミリア。いただきます。はい。明日の午前中に奈良の方で少し用事があるんで、今日は、この後家を出て奈良まで運転していきたいと思います。多分5時間半か6時間ぐらいそのままぶっ通して運転したらそんなもんだと思うんですけど、まあ、休みながら行って、まあ、ゆっくり行きたいと思います。長時間の運転、こんな長時間の運転初めてなんで気をつけていきます。安全運転で行きたいと思います。後ろにノーマルタイヤ積んでますけど、掛川サービスエリアでちょっと休憩したいと思います。さあ、またこれから運転していきたいと思います。このまま行くとめちゃめちゃ早く着いちゃうんで、ちょっと一旦ここで休憩します。ちょっとだけ寝ます。おやすみなさい。ちょっと寝れたんで、ここからまた目的地に向かおうと思います。これから向かっても多分1時間半ぐらい着いちゃうんで、どっかご飯、朝ご飯食べて、で、スーパー銭湯にでも入ってゆっくりします。とりあえず、あとちょっと安全運転で向かいたいと思います。今日はトレーニングとかして、で明日鳥取に向かいます。そんな感じです。これから鳥取に向かいます。
到着しました。部屋マジ寒いっす。てかこっちマジ寒いな。まあ、3時間ぐらい運転して大阪から、昨日大阪に泊まってたんで大阪から3時間ぐらいできました。あの午後引っ越し業者来たりちょっとバタバタするんですけど、まあ移動はこんな感じで、トータル何時間かかったのかな。まあ昨日一日大阪にいたっていうのもあったんで、奈良と大阪にいたっていうのもあったんであれですけど、こんなに運転車初めてなんでマジ疲れました。あの早く生活落ち着かして練習も2日後始まるんで準備したいと思います。